この前久しぶりに大学の時のサッカー部仲間と飲んで、うん、なんか結婚式があってその二次会三次会みたいなので飲んでるから、うん、ちょうどまあその空いてたんで行って、うん、久しぶりに飲んだんですけど、うん、もう本当にそのそういう人と飲むことってないじゃないですか。あんまり、ね、あの芸人としか飲まないから、もうそういうモードというかその難しいでしょ、そのなんか切り替え、まあ別に僕なんてそんな変わんないからあれですけど、うん、まあでも一応どういう話もね、いつもの芸人と飲むのとは違うし。いやだって俺でもあるもん。どういうことですか。いや全然喋らん俺でも。ああそうなさそうですよね。やっぱ芸人じゃない人と飲むと、はいはい、やっぱちょっとなんか違うというか。まあね、うん、でその時サッカー部なんかまあみんなも結婚してもう普通にもう僕らと同い年とか、まあ、後輩もいたんですけど、うん、昔よくそのお世話してたような後輩だったんで、うん、久しぶりに会ってお世話してたっていうのはあれですけど、まあ、お世話してたような後輩だったから仲良くてね、うん、でおいみたいな、うん、あのすげえ感じで一応行くじゃないですか、多いっていうかその、うん、まあそれ大学はねその体育縦社会ですか。まあでも別に仲いいんですけど、なんだお前みたいな、まあでもだんだんこの感じかみたいな、なんかなってその昔の感じで、うん、でもお前本当にしょうもねえなみたいな、うぜえよお前とかすげえ僕も言って、うん、なんかいろいろいじったりして、まああんまり僕は本当に変わんないから別に昔からね、うんうん、だから全然そこら辺は大丈夫なんですけど、うん、でこういざあの会計時とかになったらその本当に金ないから僕、うん、みんなも優しいからそのお金出してくれるくれる、うん、なんかその時そのどういう顔したらいいんだろうってその、まあ、それまでうえみたいな、そのなんか分かる分かる、昔はいいし芸人だったらおいってやる相手にはあのまあ折半の人も奢ってもらうことってないじゃないですか基本、うん、で先輩に奢ってもらうとしたらおいとはなんないから、うん、常に ありがとうございますありがとうございます、あごちそうさまでしたっていう感じじゃないですか、まあ、うんうん、だけどうわーってなってから怒ってもらったらやっぱごちそうさまですとなかなか言えない自分もいるし、うん、でも言わんといけんしな、まあその人としてはね、うん、そのなんかみたいな、そのなんかそっから急ハンドルできないでしょだって、うん、なんでそのお会計が想像できんかったの、飲み始めて。いや想像したよ、想像して訂正、うん、よぎりながらうんってやりよったの。いやお会計いやこの辺にありながら、いやってずっとお会計、いやまず行くならだってフワンフワンフワンみたいになって、うん、なるあれお金ないぞと思って、だけどまあお金もう出してくれるみたいな他のまあ同期のやつもいて、うん、いいよいいよ金なんて別に、ね、あのこいつがどうせ俺の何々が持ってんだからみたいな言うでしょノリでね、うんうん、まあほんまに持っとんだけどな、で本当に持ってるしで本当に持ってないから、じゃあ奢ってくれよみたいな、あのギャグっぽく本当に本当の本当に奢ってもらうよ、でいざなったらその時言ったじゃんって本当に責めるつもりですけど、まあ、いざあの金出すって言われたら胸ぐらつかむ言っただろだからってつもりで一回はあの電話で一回入れといてそれ、うん、いやだってそのって金お前どうせ持ってんだろみたいな、いや何々がおごるからじゃあそれ頼むぞっていうけど、これで一回か、うん、まあ、約束が取り付けて、うん、あのギャグっぽくはするけど、うん、でまあ結局そうなって、いや迷うよその会見の時になるけど、ここで逆にその普通に停止線するのもいつもの井口さんじゃないってなっても嫌ですし、そんな井口さんを求めてるわけじゃないじゃないですか、うん、みんな後輩も久しぶりに会ってやっぱ井口さん言うとるわ自分のことあいやいや後輩や後輩からするとね、後輩からするとね楽しい楽しい井口さんと飲みたいと思って来てるのに、うん、急にこんななんかあのお金なくなってし、あんなに大学の時からそいつをまあそれにはお金払いたないわな、そうこれにはな、この井口さんにこの井口さんに会いたくないでしょ、だってあの時大学の時なんかすんげえそいつに対しても説教とかもしてたし、うん、それでも楽しくやっぱねいつも一緒にいたわけですから、いつも一緒にいた後輩だったんで、うん、だからそいつに対してその急に「あごめんちょっと僕お金ないからあのビールとかヒーとかやったら、そんなのやっぱ豪快に痛いでしょまだその、うん、だから一か八かで本当会見の時も顔はそのどういう表情か見つからなかったけど、結局そのなんか自分の中ではなんかもうそのなんかとにかく黙っては見たけど、うん、結局そのなんか変な感じになって、後輩は俺ないかな、でもまあだから後輩一人だけいて、その後輩僕らの同期と仲良くてよくその飲みにも来てて、でみんなで3000ずつで井口はいいよっていう感じの会見です、要はね、その後輩が完全に出してくれるわけじゃなくて、あでもまあ後輩も出したわな、そうそうそう後輩も出してるわけですから、し飲みの間もずっとなんだお前しょうもないなみたいな、うん、結構いじったりしてるわけですからね、こっちの方がしょうもないのにな、こっちの方がしょうもないっていうのは隠してやっぱそこは結構きつめに言ってるわけですから、なんならその結婚式に行くって言ってもそいつその後輩が背めっちゃ低いんで、うん、僕と同じぐらいしないそいつのスーツ仮パクしてるし未だにおんぶに抱っこじゃん、おんぶに抱っこでほとんどだけど、そのこういう井口さん見たくないと思って僕も一生懸命答えて答えて
なんか切ないよな。そうなんかそう思うと全体的に本当に切ないよ。切ない、あんまり笑えんもんだって芸人の。だそういうのがあるからどんどん芸人としか飲まなくなってくんでしょうけど、ね、それもあるよ、それもある。もう生活レベルというかそのなんか申し訳ないんだよ本当に、うん、同級生ぐらいならまだええけどな。まあね、でも同級生でもちょっと申し訳ないけどな、さすがに。うん、申し訳ない、うん、だってわ同級生ですよ。だってわけわかんないし、うん、怒ってもらう義理なんか基本的にはないわけですからね。 なんでまあ本当にそのじゃけ俺も言うよ、公園で飲もうやってそしたら僕だってそんなの、いやいいよ出すから来いよっていう、それ待ち、それ待ちでしょ結局は、うん、そうや、だからそうだ、いやいやじゃわお前何歳なえ俺飲むよ今でもって言って、でそのギャグみたいにして結局でも本当に飲みよるけんなこっちで公園でまあまあそうですけどね、いざ出せって言ったら胸ぐらつかめるように約束だけは取り付けてね、そうそうそう、行かないと。そのいやまあ、あ情けねこれはねちょっと変えていかなきゃなと思って頑張ってね答えていくしかないですからね。なそうですよ、どん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 そういう狭い世界になってきますからね。あの時後輩には申し訳なかったけどちょっとね、だけど売れたらそのもう A も食わしてやろうっていうここね、のもっとこう、そう、それは持ってますずっと、うん、いやそれは本当にあるんだよ、うん、みんなこれ芸人みんなあるんだから、みんな後輩とかに本当にあの美味しいものを食べさせてあげたいっていう気持ちはみんなあるけど、そう伴ってこないだけですからね、その財力がね、うん、そうそうそう、なんでもそれはしょうがないですけどね、うん、この間言ってましたもんね、他の芸人さんもとある芸人さんが結婚するみたいな、うん、ね、あのことになった時にやっぱ式には芸人呼べないよなっていう、そうそうそう、3万円さすがにそう取るわけにはいかないもんなって悲しい、なんかその、うん、で本当3万円あのお前払えるみたいな、その本当にそういう世界でしょ、うん、どういう世界だよマジで、なんでその祝いすらできねえんだって思うとどんどんね、もういやほんま披露宴にはちょっと呼べないよな芸人はって言ってましたから、ね、悲しいよ某芸人がね。いやでもそんなの日その、まあ、僕らぐらいとかもっと先輩ぐらいの芸歴になってくるとそういうことがどんどんこうあるもっとあるわけですからね、うん、そういう優しさでしょ、うん、逆に芸人の優しさというか、ね、うん、そうそう呼ばない優しさね、呼ばない優しさね、うん、どんどん売れてる人はすごい豪華な人だけど売れてない芸人はどんどん小規模のそうそうそう好きになってきますからね、えーちょっとまあこれはもうその時のこの気持ちを忘れないようにして今のね恩返しようという気持ちでね、そうそう借りパクしたスーツも返しますよ、売れた、それは返せマジで出た、ここにそいつの名前入ってますからね。いやそれで僕全部の結婚式とか、なんならお前の結婚式だってそれで言ってんだから。あそうなん、そうだよいやでそう、なんとか僕そいつの結婚式それで行ったし後輩の結婚式、後輩の結婚式それで行ったんだから。あそうなん、そうそう、もうじゃあそいつはええの作っとんだろ、もうもう一着ぐらい、な何着もあるから大丈夫、ね、そのスーツ着て仕事する人のね、ああそれね、あの家まで家まで押しかけて、なんか金町ぐらいに住んでる家まで押しかけてってスーツ貸してくれっつって分取ってそのまま借りパクしもう山賊だよほとんどどうしようも飯もたかって、飯もたかってとんでもないですからね、ちょっとまあこれは恩返しの気持ちで頑張りましょう、頑張りましょう本当にね。平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランド井口の愚痴ラジー。